突然ですが皆さんはボイスボックスと声色インクのキャラクターの名前を聞いてこう思ったことはありませんか？このキャラたちの名字、現実世界で本当に存在するのか？ということで今回は2022年8月24日現在に存在するボイスボックス、声色インク、マイ声色インクのキャラクターの中で最も現実世界で多い幼児はどれなのかを調べていきたいと思います。っていうことでまずはボイスボックスからアメハレハートメイメイひまりがお送りいたします。まず早速四国という名字を調べたところ全国人数はおよそ60名と出てきました。次に春日部と調べたところおよそ470名と出てきました。ちなみになんだけどどうやら春日部っていう名字は三重県や愛知県などに多く分布されてるみたいだよ。あ、つむぎちゃん補足ありがとうね。どういたしまして。では次に僕の名字であるアメハレですがなんとまさかの0人でした。ま、どんまい。ではどんどん行きますよ。ラミレの名字はおよそ20人と出てきました。ここから一気に行きます。黒野、白上、青山、メイネイ、九州とそれぞれ調べたところ黒野が80人、白上が920人、青山が9万6000人、メイメイが0人、そして九州が10人となりました。私もハーちゃんと同じ0人って。お互い様だね。さて最後に県崎と調べたところ30人と出てきました。さてボイスボックスの名字調査が終わりましたがここで一旦名字の人数をランキング化して整理しましょう。やはり青山が圧倒的に多いですね。ではボイスボックスはここまでにして声色インクに変わりたいと思います。